浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十二年十一月十八日。こんばんは、癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンエイトへようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり。 面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたもここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。 モント富こと富さんの「ぷかぷか温泉ひとりごと」皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日も「ぷかぷか温泉」にご入湯だきまして誠にお気にありがとうございますはいええー、今は。 大阪の自宅にて「プカプカを録音しておりますがええー、昨日はですねちょっと夜遅く帰りましていつもはね僕木曜日に録音をしてるんですけど忘れてしまいましたですから今日は金曜日の朝に録音してるんですけどお届けできるかなはいええー、まああのこの公演ですね えー、義経を使ってるんですけどえー、相変わらずですね。筋肉痛にえー、悩んでおります。はい、まあね。こんなに重たいと思いませんでした。はいね。えー、前も話しましたよね。はい。まあだからあの後、ー、ね。今日含めて10日に残ったんですけどね。なんとかね。頑張りたいと思います。 ほ、はいえー、本当にめっきりね朝晩冷えていきましたよねあの僕ね家でねしてることがあるんですけどそれはねお米を研ぐということをねなぜか僕の担当になってますまあ,あの奥さんいわくにですね私が研いだ方が美味しいと、ね、あのいうことなので僕が研いでるんですけどお米ってやっぱりね あのお湯で溶くわけにはいきませんのでまあ、水で溶くじゃないですかそしたらこのねやっぱ水の冷たさをねあの本当に感じますだからそれによってこうね季節感を感じるねまあ顔洗う時にもね水が冷たくてああ冬が来たなっていうふうに思ったりもするんですけど、うん、あのお米を溶くのがだんだん辛くなる季節だなと思います。 それを思うとですね、お寿司屋さんなんて大変だなと思いますよね。ものすごいお米取るわけじゃないですか。あの本当になんかあのお寿司なんてね、あの全部冷たいものを扱うからみんな本当にこうあの手がいつも真っ赤の状態ですよね。うん本当にあの大変な職業だなと思います。はいで。 あのー、最近ちょっとまあ怒ったというか、まあ、ちょっと悲しい出来事なんですけどまああのー、僕と同期のねお徳さんまあ年は僕よりも年上なんですけどが、えーまあ、早期退職することになって本当に久しぶりにちょっとこうその頃一緒に飲んだ飲み仲間と集ま,っ集まりましたはい。 あのうんえー、やっぱりこうあの多感な時期だったのでね、えー、公演が終わったら飲みに行ったりですね巡業の時に飲みに行ったりねいろんな思い出が、まあ、よぎるんですけど、うんまあ、いつかはね、まあ、こんな日が来るのかなとは思ったら、まあ、ちょっと来てしまったので、まあ、これからはね なかなか会うことはできないとは思うんですけどね、えー、せっかく出会ったのでねその出会いは大切にしていきたいと思ってますね。はい、まあ、で、えー、飲み会でね話してて思ったのはね僕がよく覚えてること,と ことを相手が覚えてなかったり僕が完全に忘れてしまっていることを相手が覚えてたりするってことがあって、えー、そういった面ではねとてもなんか面白かったですねまあ僕が一番印象に残っていうのはもうちろんたくさんあるんですけどあの仙台で公演があったのにそれで千秋楽だったんですけどね道具さんも含めてかなりの人数でね、えーえー、飲み会をしたんですよ、うん、で劇場の裏のね2階にある居酒屋で あの雰囲気はとてもあったんですけど、お客さんが誰もいなくてで僕らだけだったんですけど、でね。ちょっと嫌な予感はしたんですよね。あのー、ウーロン茶が一杯800円ぐらいしたんですよ。なんかね。自然派のウーロン茶ってこと,ことだから。でもなんかそれをみんなね。結構酔っ払ってたからガブガブ飲んだりするし、お魚もね。なんか近畿とかね。結構そういうのも値段がついてないのをね。どんどん頼んだ記憶があるんですよ。 うん、もうそしたらねあの、まあ、いざ会計となった時にもうびっくりするようなね値段であの本当にあの全財産いっていうかまあ残高ね3000円だけのしか残らなかったですね。うん ぐらい高かった2万円ぐらい人人払ったんじゃないかなあの時うんそれであとどうするかっていったらちょっと飲み直しをしようということで、えー、その3,000円でその今回早期退職する彼がえっ、ー、とね、えー、仙台の町ほどついてあのー、スナックを探して、えー、飲んだ記憶がございます。 はい、で、えーまあ、彼を思い出してね書いてしがあるのでそれを朗読して終わりたいと思います。涙はお互いどこかに消した。これからいくつ別れさよならをするのだろう。今日もずっと一緒に。 同じ時間を過ごした人にさよならをしてきました何年ぶりかの飲み会たわいない会は思い出話もう二度と帰れないあの頃を再び映写機で写したような時間多分締めっぽい話など最初から望んでいなかったと。 分かっていたから別れを避けるわけじゃないけれどまた会えると約束せずにいたのは悲しみの強がりや最後までかっこよくあの頃のままでいたかったからなんだと思うプレゼントって難しいよねましてや男友達 ずっと何がいいか悩んでいたらもうすぐ冬寒くなるだんだん冬がつらくなる季節だからその首にこの冬を暖かく過ごせますようにありきたりのマフラーにしましたカシミヤ100%日本製ですこれから 「お互いまだまだ寒い冬が来るでしょう」「そんな時あの頃一緒にいたアホなどうしようもないやつがいたことマフラーでちょっと思い出してほしい」「あんたが別の道を歩んでもこんな寒い日マフラー越しに冬空を仰いでほしい」100「100%のぬくもりを抱きしめて」 お互いい強く生きてい。え、伎「うかぶかェシーズン8」ということでゆるゆるとお届けしているんですけれども、まあ、よくあの 浮かぶカフェってそんなに儲かってなさそうだけれどもどうやって食べてるのって聞かれるんですよね。すを食べてて生きおりまでこの「かすみを食べて生きてる」っていうのを日本で言いますけれども、あのー、ここ数日で教えてもらったんですけれども英語にもあるんだそうです同じような表現が。 なんか英語では雲を食べるって言うらしいんですけれども、あの足がいっぱいある雲の方じゃないですよ、空に浮かんでいる雲を食べて生きているっていう風うに言うらしいです。もう同じ発想ですね。まあね、だと雲だって別に無限にあるわけじゃないけど、まあかなりありますわね、えー。昨日は東京の四ツ谷っていうところに行ってたんですけれども、夕暮れ時にふっ で空を見たらものすごい実は急いでたんですけれどもいやものすごく美しくて雲が雲と夕暮れ空がそれで一枚写真を急いで撮りましてインスタグラムに上げてありますので覗いてみてくださいでその雲も美味しくいただきましたそして今日も公園を歩いてたらとっても美味しそうな真っ白な雲が浮かんでましてねいただきました ということでちょっとでもおかずも欲しいなと思うので雲以外のものも食べる方法を考えてみたいと思います霞は霞でそうですねなんか山の方とかに行って食べたいですねなんてことを考えているとっても静かな夜です今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは e メールアドレス ukbucfe アット g m a i ドットコムまたは番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他様々なお題をお送りください。最近お題が届かないのでヤンさんがものすごく歌いたい気持ちになっていると思います。ぜひお送りください。そして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンメッセージも。 ラジオネームを添えてぜひお送りくださいそれでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております